割とこういう展開で思っても見なかったところでカーンと一発っていうシーンも ねあるんですけれども、今日の風だとどうでしょう。なかなか難しいでしょうね、はい、ライトの場合は守備位置からポール際は少し伸びることがあるかもわかりませんね。それも低い打球でね、はい、先頭バッターはブレイディです。左中間です。これは打球が伸びます。ダイレクトフェンス、長打コースになります。ブレイディは二塁を蹴ったところで止まります。この回先頭バッターのロングヒット。2ボールナッシングから今クリーンヒットですね、そうですね、変化球で2ボールになったんですよ、はい、でその後これストライクを取りに行った、これも少し抜いたボールですよね、アウトコースの高め、うまくこう弾き返しましたよね。意外と打球伸びましたね、はい、バッティング練習なんか見ていてもこのブレイディ右そして左、まあ、まんべんなく打っているなという感じはいたしました。割と素直なバッティングするんじゃないでしょうかね、はい、ノーアウトランナー二塁でバッターは福浦です。福浦ここは打っていきますね、まあ、左バッターですから打ってって引っ張れればいいんですが、はい、ただ今の初球の打ち方なんていうのはですね、引っ張ってランナーを進めようという意識がないんですよ。アウトコース高めの見送ればボールかなというストレートに手を出してるわけですね。あのボール手出してもなかなか引っ張れませんから、はい、だからこういうところの目付けというのをしっかりしないとダメなんですね、これでカウントを作られるとやっぱり苦しくなってきますね。そうですね、今もちょっと落として、まあ、見送ればボールだと思うんですけども、まあ、なかなか際どいところですよね、はい、こうなってきますとね、追い込まれてますからなかなか難しくなってきますよね、はい、ただそういう状況の中でも当たり損ねでもいいからなんとか引っ張ってランナーを進めるというバッティングを望まれるところなんですね、ここは、はい、追い込まれてからのバッティングになります福浦。まあ下位打線になっていきますけども、このケースだったら普通はバントのサインが出てもおかしくないんですよ、で自分に対してそれが出なかった、打たせてくれるということはベンチが何を望んでるのかということをやはり考えて打席に入らないといけないんですね、はい、そうすればおのずと自分がどうしたらいいか、結果をこういう結果を出すにはこういうボールをどう打ったらいいかということが分かってくるんですが、依然として追い込まれています。福浦打ち上げてしまいました。内野フライです。おっと落とした、片岡落としました。サードへのこのファールフライ、やはり風が強いこのマリンスタジアム難しいですよね、特にあの日本ハムの選手に慣れてませんからね、はい、これだけ風が強いと相当難しいですね。ちょうどこの西沖が揺れる方に、まあ、ボールが逃げていった格好になりましたね、上空で多少揺れますからね、はい、このくらい風が強いとですね。さあこれは助かりました福浦です。逆に岩本野口はここでまた集中力を高めていかなくてはいけません。カウント2エンド1変わりません。空振りの三振、今日7つ目の三振。岩本ピンチになってから全て三振でしのいでいます。そうですね、これもいいコースから落としてますよね。いいボールですよね、アウトコース低めのフォークでしょうね、はい、ワンアウトランナー二塁。1球目振ってった時から全然変わらないんですよ、追い込まれてのバッティングとね、はい、やはり少し短く持ってなんとかもう引っ掛けてでもランナー進めるというそういうところが見られないんですね、それではやっぱりベンチのこう望んでる結果というのは出しにくいですよね、はい、またこれでここでも点が入らないということになるとやはりムードとしてはあーっていう感じになっちゃいますもんね、うん、
清水に対してはボールが2つ先行しています。両チームとも放ったヒットは3本ずつです。ファイターズにエラーが1つあります。ストレートが外れました。ノースリこの後はラストバッターの諸角、そしてその後トップの小坂という打順です。千葉ロッテ高めのストレートでワンスリーになりました。右に持っていきましたがファウルです。開幕から4試合に出場してこの清水ヒットはあるんですがまだ打点がありません。しかし今のもワンスリーから本当にいいコースを放りますよね。アウトコースね、アウトコースいっぱいですもんね、はい、さあフルカウントになりました。何を要求したか野口、最後はストレートですか。ストレートですね、はい、このストレートに、まあ、バットを当てることはできませんでした。清水やや高めです ね高めですね。コースはやはりコースも甘いですよね。しかし高さがまあいっぱいか見送ればボールかなというところなんですけれども、はい、あの球はやはり空振りするということは岩本のボールもかなり伸びているということだと思いますね。今の三振が8つ目、ツーアウトランナー二塁、諸角です。最初のバッターボックスは三振でした。初球から打っていきます。ベルト辺の高さのボールに対して振り出すときに右肘が上がってきちゃうんですよね。右肘が、ですから当然バットのヘッドが下がりますからバットのヘッドの出が遅れる、はい、そのために振り遅れのファウルなんですね、右脇がバッと閉まっていないとバットがヘッドが上から出てきませんよね、はい、今度はカーブがいいところに決まっています。これでカウントを整えました岩本。ルーナスイング、142キロのストレート、これもコースはそれほど厳しく見えなかったんですが、ほとんど真ん中ですよね。押してますね、これもやっぱり振り出し、右肘が上がってるでしょ、振り出してくるときに、はい、あれではボールを強くは叩けないんですね。バットのヘッドのヘッドスピードも上がりませんし、前に飛んだとしてもまたこうポップフライみたいになるやつなんですか、はい、空振り三振、アウト3つは全て三振です。ノーアウトランナー二塁から3者連続三振岩本、これは上田監督もよっしゃという感じです。まあしかしピンチになってからしっかりしたいいボールを放りますよね。さすがこの辺りは2年連続開幕投手、そして完封勝ちを収めているファイターズのエースです。しかし三振今日はすごいですね、これ数がね、はい、9つですかもう、ああそっちの方が楽しみになってきました、ね、4回で9つですか、はい、あのかつて野田がですね三振の日本記録を作ったのはこの、あのマリンスタジアムなんですけども、この日も風が強い日でしてね、はい、あの特にフォークボールを使うピッチャーにとってはこのマリンスタジアムってのは非常にこう三振を取れる場所みたいですね。あ、なるほどね、あのバッターに言わせると特にこう緩い変化球カーブフォーク本当に球が揺れてくるそうですよ、バッターから見ると、
こうあの風がこうバックネット裏に当たってそしてピッチャーの方にこう吹いてくるっていうような、マウンド上アゲンストになることが結構多いらしいんですよね。そのようですね、それでまあそういった変化するんでしょうけどね、はい。序盤戦から中盤戦へと入りました。千葉ロッテマリーンズ対日本ハムファイターズの1回戦です。他球場の途中経過です。大阪ドームの近鉄大英戦は現在のところ1対1の同点です。ホームランが近鉄のローズに出ています。そして名古屋ドームオリックス対西武は現在のところ3対2オリックスがリードしています。ああ、シアンフロックは昨日に続いて2号ホームランを打っています。おお、セントラルリーグの方はジャイアンツが8対1と横浜を大きくリード、そして、広島対ヤクルトは広島が5対1とリードしています。横浜元気ありませんね。そうですね、ああ3回で8点も取られてるんですか。そうですね、